僕も。大丈夫ね、はい、次に今井雅人君、立憲民主党市民クラブの今井雅人でございます。よろしくお願いします。片山大臣、最初にお考えしますが、昨日も、新しい音声データが公開されていると思いますけれども、ご確認になったと思いますが、最初のやつはですね、うまくいったら100万円なんて決して高いもんじゃないねと。で、今回は確かに X 氏は税務上得をした、自分が税理士としてアドバイスしたことで税制上は得をしたというふうに彼は言ってましたよという発言です。で、私も聞きましたが、この昨日の音声データ非常に鮮明で、これは明らかに片山さんの声じゃないかなということは私は思いましたけれども、大臣はどう考えてますか。片山大臣。はい、お答えいたします。まず一連の週刊誌報道につきましてお騒がせしていることを大変申し訳なく存じます。その上でお答えさせていただきましたが、委員からご質問がございましたので、昨日の、音声データを聞きましたら、確かにその前の週よりは人の声らしく聞こえて、で、私の声に近いっていうふうに感じました。しかし、センテンスがそれだけなので、いつどなたかの会話っていうのはわからないんですが、この内容から見ると、すでに私、報道等でお答えしているように、今から3年ちょっと前に、この例の X さんという方と面談をしておりますが、それから1年経って、この、今、報道されて私どもが提訴しております週刊誌さんが取材にこの問題で来られて、ですから今から2年前にですね、その時にお困りであるということで X さんの方から私どもにアクセスがあって、電話で行き違いも含めて 2,3 回は話していると思いますが、その時にそういうようなことを言っててもおかしくないなというふうに思います。ただこの内容につきましては、いずれにしてもその X 氏と税務代理契約を正式に締結したこの税理士法人の代表である N さんがこういうふうに言ってましたよということをその伝聞的に述べているだけでございまして、その週刊誌にあるような私がその100万、その九段の100万を要求しただとか何だとか、そういうことを全く言ってないわけ で、いずれにいたしましても私はこの方に対してその100万円の請求をしたり受け取ったことはございません。以上でございます。今井雅人君。じゃあ改めて確認しますが、音声は自分のものである可能性が高いと、そういうことでよろしいですか。片山大臣。お答えいたします。今申し上げたとおりで、その前の週のものに比べれば私の声かなという感じはしますけれども、別にそれは鑑定していただいても結構ですし、断定ができるかというと3年前の発言ですからね、そういった状況です。以上でございます。今井雅人君。鑑定はしているそうですから、もう一度確認します。自分である可能性は否定できないということですね。片山大臣。お答えいたします。その前の週のものも含めて国会で答弁しておりますように、私でないというふうに言ったこともないので、その可能性を否定しておりません。以上でございます。今井雅人君。はい、じゃあご否定なさらないということですね。それで実はその中の音声に今度は名村さんの発言があります。で、そこにこうあるんですけども、例えばですけど、総務大臣政務官という議員の名刺の横に私の秘書という名前を名刺も並べてみせて、片山さんは何回も覗いてみたりしていましたよと、こうおっしゃってるんですね。資料に、この、名刺を添付していますけれども、この、秘書、片山さ、参議院議員片山さつき秘書名村っていうのと、それから、外交防衛委員長片山さつきありますね。これ一緒に、もらったもんで、片山さんもこの横でこの秘書がこの名刺出すのをご覧になってたということですけれども、名村さんのこの言ってることは正しいですか。片山大臣。
お答えいたします。まずその N 氏、税理士 N 氏のその内容の音声については、これは私がコメントすることではないと思いますし、その名刺につきましては、私はまあこの名刺は、秘書という名刺は認識してないし、初めて見ましたです。はい、外交防衛庁の名刺は、これは当時の私の名刺だったと思います。はい、今井正人君。じゃあもう一度確認します。この名村さんの名刺は今まで見たことがないと、それでよろしいですか。片山大臣。先に報道された参議院議員片山さつき政治経済研究所税理士という名刺については、私は週刊誌発売で初めてその存在を知って驚いて、しかもそれが最近まで配布されていたということが書いてあるので、同氏に確認したところ、これは同氏の判断で作成したもので誤解を生むものであったというのが陳謝がございました。まあ、今回も驚きましたけれども、今その議論になっておりますように、2015年の5月まではその通行証が出ていたということは私ども最初から認めておりますので、まあ、その通行証をご所望になったということの背景には、まあこういう、まあ、お気持ちがあったのかなと思う次第で、びっくりしましたけど、それ以上のことはありません。今井正人君。ですね、この名村さんの SNS を見ますと、ね、これベトナム副首相とお会いになってますけど、これ同席しています。それから、震災後に、視察されますね、防災服で。この時も同行されてます。中国に行かれた時も、熱烈歓迎片山女子という、写真がありますけれども、この時も同行されてます。この方の SNS を見ますと、例えば、片山さつきを代理して、行政書士会に入会届を提出した、九州北部の署長副署長と議員秘書として懇談した、はい、それから新年祝賀パーティーに片山さつき参議院議員を代理して挨拶した、それから片山さつき議員とともに財界総を連れ中華、これですね、中華人民共和国に行った、これですね、先ほどの、震災後間もない仙台を片山さつき議員と お見舞いに行ったと。これ全部事実ですか。片山大臣。お答えいたします。まず私、参議院になりましてから20回以上の海外視察をしておりますが、いろいろ話題に出ましたので調べましたところ、ご同行される中にこの税理士さんがいらっしゃったのは2回だと思っておりまして、で肩書きメンバー表が当然ありますから肩書きを調べましたが、中国にご同行いただいた2011年の時の肩書きはある一般社団法人の時の事務局長で、他の方がみんな会社のそれを肩書きで出していたのと並びでその肩書きでございます。ベトナムの時は確か2015年の1月だと思いますが、これは私の方の、まあ、主人が今経営しておりますがファミリー企業の、まあ、役員ということで出ておりまして、一度も秘書という肩書きでその連絡網に乗ったこともなければ、こうそのメンバーの中では完全に、まあ、公開されてましたメンバー表に乗ったこともないわけでございます。それから被災地のことをおっしゃったんですが、私は野党時代に自民党の被災地 PT の次長をしておりまして、まあ、議員立法も3本手掛けております関係で、あるところで70回以上とまでは数えたんですけど、おそらく100回以上被災地に入っておりまして、まあ、そのうちに、まあ、1回2回3回ご同行いただくことがあっても全く不思議はないですし、おそらくその時にもその秘書という肩書きでメンバーを作ってはいなかったと思いますが、まあ、私が今わかるのはそこだけでございまして、議員からご指示というかご提示があったその SNS を私は全部確認しておりませんので、まあ、できれば事前にいただければもっと確認できたかなというふうに思います。今井、それでは片山さつきさんの代理で、そういう福祉学パーティーに出たりして挨拶をしたということはないんですか。片山大臣。
以前にもお答えしているんですが、この方はかなり大きな税理士法人をずっと終始経営されてましてですね、私どもと雇用関係があったり、私どもの事務所に席があった、席ってシートです、あったことは一度もないんですよ。で、年に来られていてもですね、まあ、数回来られるかどうかの方でございますが、その少なくとも議員会館の事務所の方で代理出席を依頼したことはありません。ただ私は全国区でございまして、全国で代理で出ていただくような方というのは、まあ、はっきり言って100人とは言いませんけれども、そのぐらいの方がいらっしゃいますよ。それはそうでないと全国区の展開というのはできないので、推薦をいただいている団体が40以上あって、それにすべて支部があると47ですから、1600あるわけ で、その中にほとんどはメッセージ等で対応してますけれども、ぜひ来てほしいというときに大体総会って重なりますから、そこで出ていただく方というのは、まあ、その非常に親しくしている議員であったり、親族のいる、まあ、要するにその地域の講演会ですね。まあ、そういう形で代理をしている方はいっぱいいらっしゃって、で、これは他の全国区を見ても、そういう代理の方は非常に頻繁に参見されます。以上でございます。今井正人君。ということは、その可能性あるということですよね。これ、議員活動の一環で代理に出てもらうということは、その議員活動の補佐をしているということですよね。片山大臣。もう一度申し上げますが、この方は税理士法人の代表で、ご自分自身が税理士会の会員であり、かつ行政書士でもあるので、行政書士の会員でもございまして、そういうことの一環で出ていただいているので、それが必ずしも秘書でなければいけないという定義は法令上にあるんで、あしたら教えていただきたいと思います。出席しているのは議員の祝賀パーティーですから、そういうの関係ありません。で、片山さつきの代理として出てるって言ってるんですから。で、そういうのたくさんあるっておっしゃってたじゃないですか。で、それは議員活動を補佐してるってことですよね。片山大臣。議員活動ですよね、挨拶する。議員活動を補佐するの大義がどうか、定義がどのようなものか分かりませんが、それが例えば、何回あったのかということが、やはり重要だと思いますけれども、少なくともそんなに頻繁にあったというふうには、われわれは全然認識していないし、定期的にこの会合のご挨拶をしてくださいというご依頼をしたことは一切ありません。以上でございます。今井雅人君。定期的じゃないけども、頼んだことあるということですね。それで今日法務省に来ていただいてますかね、ちょっと確認したいんですけど、斡旋利得を処罰する法律案、これ、施設秘書を、入れたときの、これ、議員立法ですから国会での答弁があります、提出者の、ここにですね、施設秘書の定義、今、お尋ねの雇用関係等の問題でありますが、国会議員との間に雇用関係がなく、賃金を支払っていないものでも、施設秘書とされる場合があるのかという質問が出ておりまして、答弁者は、国会議員との間に雇用関係がなく、賃金も支払われていないものであっても、実態として国会議員の指揮命令に従い、当該国会議員の政治活動を補佐していると認められれば、このようなものも施設秘書に該当する。参与顧問等の肩書きで随時政治活動を補佐しているものは、施設秘書かどうかということでありますけれども、これに関しても、該当する可能性があるという答弁がありますが、これでよろしいですか。法務省、加藤官房審議官。お答えを申し上げます。ただいまご指摘になりましたご答弁がすべてがただいま確認できるわけではないのでございますが、法務省としていやいやそちらにもらった記録です。はい、法務省として承知しているところでは、改正時に発議者において、いわゆる施設秘書につき、国会議員の指揮命令に従って労務に服し、当該国会議員の政治活動を補佐するものを言う旨の答弁がなされており、必ずしも雇用契約の存在や賃金が支払われていることを要しない旨の答弁がなされていることも承知しております。今井雅人君。そうなんです。片山大臣はこれまで施設秘書じゃないという理由を、雇用契約もなく、秘書契約もしていないし、雇用契約もしていないし、賃金も払っていないので施設秘書ではありませんという答弁をされてますが、そうですよね、そういう答弁されてますよ。ですから、それをもって施設秘書じゃないということは言い切れないし、
で、しかもですね、こうやっていろいろ随行したり、代理として出席したり、これ政治活動補佐してるじゃないですか。そのものだよ。政治、皆さんの政治活動でしょ。それを補佐してらっしゃるじゃないですか。これは施設秘書じゃないってこれ言い切れないですよ。それは判断だって先はありましたけども、勝手に誰も何も頼まないのに勝手に代理で挨拶するなんてことありえないじゃないですか。そんなの常識的に絶対ないですよ。いやいやいや、それは事務所からちゃんと依頼して出てくださいって言わなければ、そんなあれなんですか、自分の代理じゃあ勝手にどうぞって皆さん出してるって、そんな管理してらっしゃるんですか。片山大臣。お答えをいたしますが、私はこの秘書のことにつきましては同じことをずっと言ってまして、この方については私は秘書として契約したこともなく、給与報酬などを払ったこともなく、私が指揮命令する立場にあったこともないと、そういうふうに申し上げておりまして、指揮命令をしていないということも必ず漏らさず申しておりますので、しかもそういう意味では秘書でなかったということにつきましては、ご本人も代理人弁護士を通じてお答えをしているところです。で、一つ重要なことを申し上げますと、いずれにしても、指摘、施設秘書として出していたんじゃないかと言われております通行権につきましては、2015年5月で返納をされておりまして、この事案はおそらく、どんなに早くても6月か7月以降に起きてますから、その時点では皆様のおっしゃる、その指摘、私鉄秘書が持っているんじゃないのと言われているような、通行証はもうお持ちでなかったということになります。以上です。今井正人君。もう一回お伺いしますけど、片山事務所では、ご自分側の代理に、もう自由に皆さん、代理として出席させてるんですか。片山大臣。申し上げます。そのようなことを申し上げたことはございませんで、先ほど申し上げましたのは、私は推薦団体が40ぐらいありますから、47都道府県あれば1600いくつあるわけで、で、その大半は、私が行けるものもありますし、そうでなかったら大半はメッセージになりますが、この方のご活動の根拠である、例えば、九州の地域において出ますよと、その時に挨拶もしますよと言われれば、それはもうありがたくお受けするということで、それは別に指揮命令という形にはならないのではないかと思っております。今井正人君。いや、こちらの方から代わりに出ていただきたいというお願いをしたことはないんですか。その全国比例ですから、いろんなところが代理に出るというのは、それは私理解しますけど、それは事務所の方から出ていただきたいとお願いするんじゃないんですか。片山大臣。お答えをいたします。それはもちろんそういうケースの方が多いと思いますが、そういうケースばかりであったかは、もうこれ、おっしゃっている記事の話って、多分相当前だと思うんですよ。少なくとも2年前の選挙の時ではないし、おそらく3年、4年、5年前以上のことだと思っておりますが、そこまで広げてしまうと、その統計を取る、チェックをすることはちょっと不可能でございます。以上でございます。今井正人君。ね、であるとするならば、施設秘書ではないとは断定できませんよね。いや、だって指揮、お願いをしているってことは、いやいや、指示をしているってことでしょ、出てくださいということ、ええ。だからそれは秘書には当たりませんということは、それは言い切れないですよね。秘書に当たるかどうかっていうのは、それはまたこれから判断があるでしょうけれども、秘書には当たりませんとはそれ言い切れないですね。申し上げますが、委員でない方につきましては、現に不規則発言は慎んでいただきますようお願い申し上げます。片山大臣。お答えをいたします。何度も申し上げているんですけれども、この方はかなり大きな税理士事務所を終始経営している方で、人の使用に服するような秘書というよりは、後援会のアドバイザー的な協力をいただいていた方でございます。それが本当に実態でございまして、そういうことを当然、訴訟の場でも訴えていきますよ。で、その上で私の議員会館の事務所には、せいぜい年に、
1、2度、まあ、多くても数回あるのかどうかという来訪でございまして、その席もない方でございますし、明確な指揮命令系統を持ったことは、これは明確にありませんので、まあ、それは先生がお考えになる私設秘書の定義がどうなのか、まあ、各事務所いろんな定義でやってらっしゃるんでしょうけど、この機会にいろいろと検索をいたしましたが、日本の法令上、私設秘書の明確な定義がなく、唯一公設秘書でない方の斡旋利得についてある定義でも、その議員立法の中でのやり取りで、まあ、そういった文書が入っていると、労務に服すると、指揮命令系統ということが入っているということは、これは非常に大きなことではないかと考えております。今井正人君。いや、事務所に何回か来たかっていうのは関係ないんですね。参与顧問で各ところの政治活動を手伝っていれば、それは施設秘書に当たる可能性があるっていう答弁なんですよ。ですから、それぞれの別に、だって、私の、じゃあ、地元の事務所の人たちであって、東京の事務所には来ないじゃないですか。だかそれぞれの地域で政治活動をしていれば、補佐をしていれば、それは施設秘書に当たりうるっていう、そういう見解なんですよ。そうですよね。どうぞ。ちょっとお伺いします。参与、顧問等で、随時政治活動を補佐しているものも、施設秘書に当たる可能性があるという答弁がありますね。どうですか。法務省、加藤官房審議官。お答えを申し上げます。ただいま確認をいたしますと、ご指摘のような趣旨の答弁はあるものと承知しております。ありますね、はい、今井正人君。あるんですよ。あるんです。ですから事務所に来てませんでした、席もありませんでした、だから施設秘書でありませんって、その説明は通用しません。それは他の場所で政治活動を補佐していれば施設秘書になりうるんですよ。ですから大臣がこれは斡旋利得法上の施設秘書じゃないって、それは断言はできないと思いますけど、いかがですか。片山大臣。今回言われております事案というのは、その3年半ぐらい前の、6月、7月の事案でございまして、当然その時どうだったかということが、仮に事案になるんであれば、問題になるわけですが、まずその時点では皆さんがいろいろおっしゃっていた、その施設秘書にも出す、施設秘書として出すというようにも読み取れる、その議員会館の記章は返納されて持っておられません。で、そして、委員がご指摘になった活動がいつのものなのか、私今承知しておりませんが、その時にそういうことが行われていたということは、うちの事務所では確認しておりません。ですから、8年2ヶ月間、また8年4ヶ月間私は参議院議員をやっておりますが、その昔のような活動の時に、代理的に出席したことがあったかなかったか、あったとしてもそこに指揮命令があったのか、ということになると、指揮命令は、まあ、明確にしておりませんし、まあ、今言ったようなことだけで、おっしゃるのはちょっとだいぶ違うのかなというふうには思います。以上でございます。今井正人君。いやいや、断定はできないですよねということです。この定義だったら、これに当てはまる可能性はありますよ。ですから、当てはまらないかもしれませんが、少なくともこれは違うと断定はできないと思いますよ。いかがですか。片山大臣。お答えをいたしますが、これにつきまして、その当てはまるか当てはまらないかにつきまして、そちらさんが見てらっしゃる資料が全部何であるか私たち分かりませんし、その全く、いや、事前にいただいてこれとこれでそうなのかと言っていただければ、もう少しは、範囲を狭めて、答えることもできるかもしれませんけれども、指揮命令系統を私ども、本来だったら使用者になるかもしれない側で持ってないと、そういうことをしてないと言っているというわけでございます。それ以上でもそれ以下でもございません。今井正人君。今、その施設秘書に取れるみたいな発言されてましたけど、この参議院のその出入り秘書っていうんですか、ね、出入秘書っていうんですか、これは施設秘書に出すもんですよね。だから施設秘書だったんですよね。片山大臣。お答えをさせていただきます。
この事件が、この事案があると言われている15年6、7月よりも以前の15年5月までの間に、その、対応証がされてたということは私ども認めております。ですから、最初にこの記事が出る前の取材に対しては、この時期までは、施設秘書だったというふうに私ども一回お答えをしておりますが、その後、それは全然隠しておりませんし、対委員会でも答えておりますが、さらにその上でですね、記事の内容があまりにも、なので正式に提訴を10月22日にするときには、これはデカデカとアステンディドクアステンディドクって書いてあるわけですから、そこには当然使用関係がなければいけないの で使用はしていないという意味で、このような定義にしたということでございまして、いずれにしても日本国の法令において施設秘書の明確な共通定義はございませんので、そういうことかなと思っております。以上でございます。今井正人君。ですね、施設秘書の定義はないにしても、これは国会ので扱っている正式な文書ですよ。で、それでこの参議院の、しおり、参議院議員のしおりっていうのをちょっとここに添付していますけれども、この起承項というのは、用務のため特に三州両院に出入りのある必要があるものを、括弧施設秘書と書いてあります。で、施設秘書じゃない皆さんにはどうするかというと、その二つ下のですね、参議院議員特別通行記書、これを発行するんですね。で、参議院議員の事務局に確認しましたが、この項で申し込まれたものは、我々は施設秘書として理解していますと。こういうお答えがありました。ですから、この施設秘書じゃなければ、違うので申請しているんですね。ですから、この書式で、申請をしているということは、少なくとも国会においては、施設秘書で登録をしたということなんですよ。それでよろしいですか。片山大臣。はい、お答えをいたします。この通行範囲及び傍聴等一覧表につきましては、私も改めまして拝見して、それは先生がおっしゃったような理解をしておりますし、この方がですね、通行証をご所望にあったときに、その、割り当ての中の一部が空いておりましたのですから、お貸しをしたんですが、その後、さらに税理士事務所を拡充された5月にも返納していただいたということでございますが、今思えばですね、やはり、少し、軽率であったのかなと、その辺はもう少し、本当に秘書としての実態があって使用関係がある、その本人の秘書とですね、他の人ではなくて、本人の秘書としてのその実態があるかどうかについて、厳格な判断をしてからお出しすべきだったというところは、大変に反省をしている次第でございます。今井正人君。じゃあもう一度確認しますが、今まさにおっしゃいましたけど、施設秘書として、記章を出したという認識でおられるということですね。片山大臣。お答えいたしますが、施設秘書として出すものだというような対応者というふうに書いてある一覧表につきましては、私、今、確認しておりますし、その最初に質問を今お始めになったときも、そのご認識で私は答えておりますが、じゃあ、こういう状況になったときの施設秘書として、先ほどの斡旋利得等の法令に照らして、使用関係があったのか、指揮命令があったのかというと、それは明確にございません。以上でございます。今井正人君。質問は違います。私は国会に施設秘書として、通行証申請をしましたねと。その認識はそれで正しいですねって聞いてるんです。斡旋利得の話は聞いてません。片山大臣、端的にお願いします。はい、参議院議員出入り記章 のご指定のものとして、申請をしているんだと思います。それだけです。はい、ですから施設秘書として申請していますねって。片山大臣、お答えいたします。何度も繰り返しになりますが、この一覧表に書いてあるその対応者の欄に従って申請をしたということでございます。今井正人君、もう一回ちょっと質問していただいて。もう一度聞きますね。
参議院議員に私設秘書としてこの通行証の申請をされましたね。片山大臣、この区分も含めて、明確にここでお答えください。はい、用務のため特に衆参両院に出入りの必要があるもの括弧施設秘書というふうに書いてありますので、その欄で申請をいたしましたと理解しております。今井正人君。はい、施設秘書という言葉を発言していただきましてありがとうございます。では施設秘書ということで、登録をしたと。いや今そうおっしゃってね、括弧施設秘書という、これで違うんですか。なんで笑ってらっしゃるんですか。違うなら違うと答えてください。片山大臣。はい、お答えいたします。気象対応者の通行範囲及び傍聴等一覧表におけます、参議院出入り気象庫用務のため特に衆参両院に出入りの必要があるもの括弧施設秘書括弧閉じとして、申請をしたのだと理解しております。以上です。今井正人君。はい、はい、ありがとうございます。施設秘書として、申請をしたというご答弁をいただきましてありがとうございます。でちょっと私不思議なんですけども、この X さんにその名村さんを税理士として、紹介したことはありますというふうにおっしゃってますよね。なぜ紹介されたんですか。片山大臣。お答えをいたします。最近ネットの方でなんかその私どもは一度も見たこともない紙が出回っておりましてですね、まあ、その紙にその X さんの会社さんが、過去7年分に遡った、法人所得なんだと思いますね、個人じゃないと思いますけれども、まあ、そのことについて、まあそのまあ、どうしているのかわからないですけど、そういう懸案があるという紙があってということが出てきまして、でその紙は必死に探したんですけど、うちの事務所にはどこにもなく、まあ、現在いる人で見たものももちろんいません。ただまあ、その時の何が起きたかということを考えました時に、ある方がその X さんを紹介されて、その方がうちの当時の施設秘書にこういう話をされて、施設秘書が、まあ、税理士さんはうちの事務所にもたくさん来られます、私は日税政令の推薦議員ですから、まあ、その中で、まあ、比較的よく知ってた方を紹介をしていいですかというので、多分私はいいと言ってると思います。ただその明確な記録も記憶もないんですけど、それは私は別に否定はいたしません。はい、ご紹介をすると、事務所がご紹介するということになったんだと思います。以上でございます。今井正人君。ですね、ご答弁の中でこの X 氏に会ったときどんな話をしたかとおっしゃっておられる質問に対して、この方々はある OB 国会議員 OB の関係者の紹介で来られまして、この当該地域会社の存在する県でぜひ応援したい、うちもどんどん発展していきたいなどのことをおっしゃって、あまり長い時間でなかったけどいらっしゃいました、名刺とパンフレットだけ置いていかれただけですと。これだけの話でなぜ税理士を紹介しなきゃいけないんですか。片山大臣。お答えをいたします。3年数ヶ月前なんで、あとは私どもはこの7月にこの方々が来られたということを発言しておりますが、明確な日にち等につきましては訴訟上非常に重要な戦略なので申し述べておりません。ですから、まあ、そういったことも含めてこの場でこのお話が出たということはありませんし、そのパンフレットは非常に薄いもので、財務的なものは全く出てない、あるとしたら資本金ぐらいだったと思いますが、そういったものしか置いていかれておりませんので、これがあったから紹介したのかという前後関係あるいはその相互関係について私どもは全く今まで申し上げておりません。今井正人君。でしたらいつそのこの、依頼を受けて税理士を紹介したんですか。まだ他にもお会い、だからこれ以外にもお会いになってるってことですね。片山、そうじゃなきゃ紹介しないじゃないですか。何か頼まれないと紹介しないわけですから、この場でそういう依頼がなかったなら他に依頼があったということですよね。片山大臣。はい、お答えをいたします。とにかくこの方と私がお会いしたのはこの7月のある時だけでございます。でそれ以外にはありません。で
ご依頼があったのは、まあ、お電話なのか、あるいは仲介になった方なのか、その辺は私、確認ができません。で、その、いずれにしても、その、当時、まあ、メモのようなものを送りつけられたのではないかと言われているうちの秘書は、まあ、そういう話が、その国会議員の関係者からあったんで、この N 税理士をご紹介しましたと。で、その、前か後かわからないけど先生も了解しましたということは、私たちも事情を聞いてますので、そのように申しておりまして、この面会との関係は一切ないと思います。今井雅人君。まあ、今、まさにおっしゃいましたけど、そういう税理士に依頼したということを大臣も知っておられたということですね。片山大臣。お答えいたします。当時の私設秘書が、元国会議員秘書という方ですね、がこういう話をしてきたので、N 税理士を紹介するということをして、それは事前か事後かわからないけど私の了解を取っていると言ってますので、私はそれを信頼して多分そうなんだと思います。はい、今井雅人君。わかりました。つまり依頼を受けて、それを受けて税理士に紹介をしたということですね。片山事務所としてそういう、何かの依頼を受けて、でそれで税理士を紹介したと。でそれを大臣も承知をしていたと、そういうことですね。片山大臣。お答えいたします。まあ、事前か事後かは別として、全く私の断りなく、そんな一般の方にその侍業の方を紹介するということはあんまりしないでしょうから、まあ、一件もなかったかどうかは分かりませんけど、長年やってますから了承しているんだろうと思います。以上でございます。今井雅人君。はい、まだちょっとこの部分いろいろ聞きたいんですけど、もう時間がほとんどなくなってしまいましたので、ちょっともう一問だけ。これ片山さつきさんのカレンダーです。カレンダーものです。で、これ2013年、これこれをもらった方からいただきまして、無償でいただいたそうなんですけども、無償でいただいたそうです。それでお手元に収支報告つけていますが、これを2013年ですから2012年に作っていると思うんですけど、そこに、カレンダー代として309万円計上しています。カレンダーとして、カレンダーとして、これは何を印刷、カレンダーを印刷されたということですよね。よろしいですか。片山大臣。はい、お答えいたします。お手元の報告の政治資金収支報告につきましては、先ほどそういうものをお配りだということを認知いたしまして、これの公衆縦覧期間中のものなのか、あるいはまあ今現在に至るまでに修正したものもありますので、どちらだかちょっと確認できないんですが、この間の対委員会でもお答えをしたようにですね、部内資料というふうに打って、政策的なメッセージもつけた、まあ、半ば広報ビラというか、ポスターとして、カレンダーとしての日にちもついているものを、作成をしておりました。それは別に、隠すこともないことだと思っております。で、そこで、まあ、これがこの通り直ってなければ、その印刷費が、まあ、そのぐらいかかったんだと思いますが、まあ、いずれにしても、私の講演会やパーティー、その他、対価を取った会合などで配布するために、作ったもので、ございます。ただ、その、全体にその何回かに分かれて、印刷をしていたんですよね。これを見ますと、これがそのまま直ってないならば、それがそのたびにどういう違うものなのかとか、その辺については、全く資料が残っておりません。印刷物のその領収書とかそういうものがあるだけで、で、そこにつきましては、その担当しておりましたものが、25年の、秋で辞めておりまして、そのものが全部差配をしておったんですが、他の事務所に行かれて、今年の春に残念なことですが、お亡くなりになっているので、それ以上の細かいものを承知していられる方が、今の事務所には誰もいないという状況です。以上でございます。今井雅人君。片山事務所は何度も今、収支報告を訂正して、私は呆れてものは言えないんですけれども、少なくともこれはちゃんと国会にしっかり選管に届けているものですね。そこにカレンダーとして支出しているわけですよ。それはもうカレンダーですね。で、それを無償で配ってるんじゃないですか。
パーティーとはもちろん対価がありますよ。そうじゃなくて、郵送で送られてきたと。ただでいただきましたと。そういうふうにおっしゃってますよ。それは問題あるんじゃないですか。大体、片山大臣はですね、カレンダーを値段付けて売ってらっしゃったんでしょ。だからそれは、それに金銭的価値があるっていうことを認めているから、そういう売り出しをしてたわけじゃないですか。ええ、でそれを無償で配ったら、それは公正法に抵触しませんか。片山大臣。お答えをいたします。そのカレンダーにつきましては、土壌よりうなぎのカレンダーでございまして、土壌よりうなぎカレンダーというものでございまして、2012年版が、まあ、それこそ雑誌に取り上げられまして、そこでも講演会等でお配りするために作っていて、ご希望があれば実費でお分けするというふうに書いてございまして、でこういうことでございますので、その実費をどのように算定するか、それこそコンプライアンスに伺って、印刷費のみということにして、でそれであれば、その上に載っているコンテンツには金銭価値なしということなのではないかということを伺って、それを算定したことは記憶しておりますが、実際にそれで買った方がいなかったもんですから、売り上げは当たっておらず、それ以降全くこれと同じものは作っておりませんので、お売りしたことはありません。今井雅人君。実費といっても、それは値段をつけて売ってるわけですから、当然金銭的価値はあるわけですよ。当然ありますよね。それは売れなかったんですけど価値をつけたんですか、自分で。それでじゃあもう一度確認しますが、これはおそらくこのカレンダーという印刷費、カレンダ そう印刷費ですね、として計上しているもので作った。でそれを無償でいただいているといっておっしゃってます。だからカレンダーとして作ったものを無償でいただいたと。この報告によるとそうなりますけど、それでよろしいですか。片山大臣。お答えをいたします。もう 5,6 年前になりますから、すべてがご確認できるわけではないですけど、私どもの方ではすべて、講演会やパーティーなど、あるいは何らかの対価関係のある方にしか配布をしておりません。ただそこからその先にどのようになったかまで全部が確認できるわけではなく、まあ、そのある程度差配していた方もいらっしゃらなくなってしまったので、そこはあくまでも私どもとしては対価を取った会合等で配布しているということで理解をしております。以上でございます。今井雅人君。不思議ですね。これじゃあ片山事務所から直接送られた来たって言ってますから、無償でこの方が嘘ついているということになるんですかね。どちらかが違いますよ。本当に無償 で配ったことないんですか。いや、出所明らかに してもいいとおっしゃってるんで、なんだったら後日明らかにしますけれど。片山大臣。お答えいたします。いずれにしても私どもの方では講演会やパーティーなど対価を取った会合等で配布するために作っておりますし、まあ、そのカレンダー自体が事実上の、まあ、制作ビラ部内資料というふうにはっきり書いてあるものなので、まあ、特に問題はないものと考えております。以上です。今井雅人君。じゃあもう一回確認します。その部内資料とおっしゃっているものはの支出はどういう科目で計上していますか。片山大臣。お答えをいたします。そのおそらくどれとどれが合っているかということはちょっと今この場では言えないんですけれども、そのカレンダーとして表記をしている可能性はありますが、最初に申し上げましたようにこれはそれこそまあ、逃げも隠しもしないものとして雑誌にも載せておりますし、まあ、その時確かいろんな議員の方がカレンダーを作っておられて、そういうことの中で来られたわけですけれども、まあ、その時に、まあ、これはまあそのコンテンツとしての金銭価値がない、いわゆる広報資料であるというふうに、まあ、我々は思って、で、しかも内容的に政策のことですとか、議員立法の活動状況等も書いてございますので、まあ、そういったものではないかと思っております。今井雅人君。選管に届ける、ね、申請なものに、カレンダーとして支出をしているわけです。ですから、少なくとも理解は、カレンダーとして、失踪しているわけですよ。
そうですよね、当然。それを資料だというなら、これが間違ってるってことじゃないですか。最後じゃあ、時間来ましたので、もうこれで最後終わりますけど、答えてください。片山大臣。カレンダーというものが、その当時、その政治活動的にかなり広範に使われておられたことでございます。それはいろんなところで私も他の先生方とのものもいただいて、それを参考に作っておりますので、そういうことはあると思いますが、カレンダー的な形状に見えるかもしれないけれども、いわゆるその室内ポスターであり部内資料であるということであれば、それは問題がないというような、まあ、ご指導も受けた上で作った次第です。以上でございます。はい、時間来ました、終わりますけれど、カレンダーとしてやっているものを議会資料だというのは、それはちょっと通じないですよ。まだまだちょっと聞きたいことありますので、引き続きやらせていただきたいと思いますが、これで終わります。ありがとうございました。次に後藤祐一君。委員長。後藤祐一君。国民民主党の後藤祐一でございます。提案と追及ともにやってまいりたいと思います。今の今井議員の最後のところ、ちょっと続きで、形状